瞳の狂気が一層増したわ。部活に覗かないように注意しなさいよ。今日も師匠と姫を探しに行くから、あなたも少し手伝ってほしいかな。この世界の師匠たちのことをもっと知りたいし、よろしくね。永遠帝は歴史から隠されていたから、季節も感じられなかったのよ。いかにも地上って感じだけど、まあ、悪くはないっていうか。帝は地上のウサギだけど、私の頭を飛び越えて、師匠や姫とやりとりしてるのよね。他のウサギたちも帝の言うことは聞くし、尺だわ。姫と私をお迎えから守るために、師匠は地上を密室化してくださったのよ。だから荒事と狂気は、私が引き受ける。戦士だからね。課題って、ミッション？へえ。あなたもそういうのをやるのね。ミッション完了？やるじゃない。戦士の素養があるかもね。海が来てるみたいだから、風を確認しなさいね。念のため、警戒よ。ただいま。念のため、目を検査するわ。メンテナンスってところね。派遣員が帰ったようね。しっかり報告を聞くとしましょう。この耳？まあ、昔いろいろあってね。今でもテレパシーで。月のウサギと通信できるわ。あなたってあまり狂わないのね。変な地上人。私の力で跡形もなく消え去るのよ。逃げ道はすべて封印したわ。あら、負け惜しみ。月のウサギである私の目を見てもまだ吐けるのかしら。師匠にも姫にも指一本たりと触れさせやしないから。はあ、はあ、地に這いつくばるがいい。えいっと、汚き者どもめ、私の目を見ろ。狂うがいいわ。任せなさい。いいじゃない、やってやるわ。さあ、もっと狂うがいい。少し下がるわ。下がってて。落ちるがいい。見えた。少しはやるわね。やられはしないわ。無駄ね。助かるわ。私を無視するな。あなたは人間、それとも妖怪。姫を連れ出そうというのなら、容赦は。待って、ここって竹林の外？どうして、いつの間に？月も元に戻ってるようだし、密室状態も解けて、師匠も姫もテイも、どこへ行っちゃったの？ありがとう。ちょっとふらついただけよ。名を名乗ってなかったわね。霊仙うどん芸員稲葉よ。